さあ始まりました、お兄チャンネル。さあ、おい、こっちかと思いきやこっち。ありがとうございます。さあということでですね、おさらいでございますけれども、先週のねビクトリアマイル、いや伝説のビクトリアマイルをおさらいさせていただきたいと思いますけれども、いやーほんますごかったですね。ほんまに言いたいことたくさんあるんですけど、まあまずは見てみましょうか。一応馬券も当たりましたけどね、取って損なんでめちゃくちゃ恥ずかしいですけど、その取って損の私の予想を見なければいけないということですからね。まあ僕は取って損はね全然いいと思ってるんですよ。はい、取ってんねやから、ちょっと損してるだけで、大幅に損してないからそれでいいんです。全然もうほっといてください。さあということでおさらい始めていきましょう。さあ始まりました、お兄チャンネル。あ、やってますね、始まりましたよ。ごめんなさい、すいません、申し訳ないです。いやー、焦りました、ごめんなさい、ちょっと遅れましたけれども、いきなりちょっと機材が、僕はあんまそんな機材がもともと不思議ではないですけれども、反応せえへんみたいな感じでスケスケやん、いろいろドキドキしてまして、1個部品忘れてて、部品っていうか、まあ Wi-Fi でしようかなと思ってます。さあもう1100人の方見ていただいてました、ありがとうございます。いきなり始まって1100人ですから、コメントもいただいてます。いや本当に、最近はね平均して2000人ぐらい、見ていただけるようになりました。本当にありがとうございます。汗びちょびちょですわ。確かに汗びちょ。今日は一段とこの汗で濡れておりますんで、なんかサイン出してんの、本命は走れのサイン出してんの。今日はもうアーモンドアイいきますよ、アーモンドアイね。今年の初戦ということになりますけれども、やっぱこの怪物アーモンドアイというね、出てくるだけでワクワクさせていただきますし、出てきてくれるだけで嬉しい。これだけでこのアーモンドアイの凄さって、分かりますよね。みんなどうすんのと、どうすんのと。で昨日ね、予想のね、前夜祭のやつ見てくださった方はね、僕はねアーモンドアイが本命じゃないということはご存知だと思うんですけれども、いや本命にせえ、何が本命じゃないパキパキ。それでずっと考えた挙句ね、結局アーモンドアイ強いやろっていう話になりました。そうやね、あ、ね、いや言ってるやん、結論づいてるやん。もともとね、アナトーやから、アナトーくて無理やり探してるけど、結局実力で、そうやね、言ってるじゃん、ぶっこ抜くって。どう考えても強いよな、ということが、強い、どう考えても強い。どう考えてるんですか、アーモンドアイのことを。このタイミングでコーラ飲んだよ、おい。アーモンドアイ、とにかく好きやから、アーモンドアイから言って外れたら、まあ、しゃあないわという方多いでしょう。マリルリさん、何やかんやにアーモンドアイのファン多いですからね。去年もねドバイ行った時にね、野口さん、ドバイまでねアーモンドアイの雄姿を見に来てるファンっていうめちゃくちゃ多かったです。しっかり買ったし、それに答えてアーモンドアイすごい。やっぱアーモンドアイは2着派もおるし、アーモンドアイに逆らうな派も多いから、これはもう二分してる、もう。いやでもやっぱりな、このすごい不安もあったよね、一応ね、アーモンドアイにはアーモンドアイやばいんちゃうかとか、うん、いや何を言ってんねん、アーモンドアイに。でもその僕たちが考えてるこの不安っていうね、こういう壁何個もあんねん。アーモンドアイが答え出してくれますから、遠征帰りどうなんやとか、ね、ということで、長距離足りひんかったら違うか、私のビクトリアマイルの本命から行きます。こういう障害の毛をひょいって飛び越えてくるからね、こちらです、すごいわ。ドン、はい、まあ、本命ノームコアでもええね、別に3連単でね、買い方でドカンと当てれる可能性あるから。16番、いやでもいい読みはしてんねんけどね、よくない、やっぱ NHK マイル当たってるだけ ね、読みはまだいいですわ。昨日から見てたらね、アーモンドアイを軽視したっていうことが致命的ですけど、なんか今回はこいつの肩を持ってあげたいと思いますね。いい予想してんねん、しかしこの夢見たやろお前は。というのはこういうアーモンドアイ強いの分かってる、アーモンドアイ買ったらいいもんだそれで、ね、でももし負けた場合は夢が広がってんでっていう、夢がいっぱいあるんやで、そこにはっていうことも、ね、そっちの夢みたいなお前はな。スカーレットカラー、僕はこの3頭でね迷ってたんで、高松の宮記念を1回使ってるというところがいいんですよね。阪神牝馬ステークスじゃないというところが逆に僕はいいと思うんです。よりビクトリアの感覚があるし、結果阪神ヒンバステークス組は強いんやけど、来たのはやっぱ1着のサウンドキアラが2着に来たでしょ。でそれ以外でいうところのやっぱノームコアは能力高いから、高松の宮記念からでも来れるっていうね。いや、いい予想してんのよ、分かるよ君の気持ち、今週だけは君の肩持ったろ。で、回目の方行かさせていただきます。はい、回目出ました。まあ112点ですけどね、はい、まあここには夢が詰まってますから、正直あの100万馬券以上もちろん入ってますからね。3連単のところはね、フォーメーションアーモンドアイを1着にして夢を見る方と、こっちかごめんなさい、ちょっと今回だけはアーモンドアイと言いながら他で夢を見る方といたと思うんですけど、僕は後者だったと。今日はこのお兄ちゃんっていう方ですか、この方を非常にフォローしてあげて、頭にはねラブズオンリーユーが入っております。でコントラチェック、これね豊さんやから楽逃げも可能性あるなということで、そうやっぱ豊さんがね楽逃げするんかな思ったけど、行かなかったですね。まあやっぱりトロワゼトワルの方が早かったな、結果行った方がね残るんやろなと思ってて、
行ったトルワゼトアルの方が残りましたね。やっぱりこの馬を能力的にはねコントラチェック足りるかなと思ってたんで、そっちが行ったら行ったでまた面白かったんでしょうけど、まあアーモンドアイが勝つことには変わりないでしょう。やっぱり昨日もねずっと考えてましたね、やっぱアーモンドアイなんよ結局戻ってくるの言ってるやん、結局戻ってくるの、アーモンドアイって一回ね、まあ、スカレットカラーに向いた、もちろんノームコアでも考えてる、うん、サンドキャラ考えた、はい、何やったらもうセラピアまで行ったみたいな、うん、迷ったな、結果出走取り消しなんですけど、結局アーモンドアイで戻ってそうな、結局アーモンドアイなんだからやっぱアーモンドアイやっぱ、ね、なんなんよこれ、とんでもない回でもこれが正解なんや、まだずっと汗が出てます、止まりません汗が、豚やからやお前はずっと汗出とんねん、痩せダイエット企画やろうかな、お兄ちゃんのようで全く視聴数伸びひん、一応これあのアーモンドアイって僕あの去年も僕ドバイに行かしてもらって、うん、去年のドバイの ね、ドバイターフかの勝利ももう目の前で見てるんですよ、だからめちゃくちゃ好きな馬なんですよ、言ってるやん好きって、しかしもうしかしやないねん、このアーモンドアイが有馬記念負けたからといってちょっとみんな不安なこと言うじゃないですか、まあ僕もあれだけじゃなくて、まあ、もちろんねドバイ行ってコロナの影響で出ることもできずに帰ってきて、うん、そこら辺のテンションとかどうやねんっていうところとかもあったりしますけど、ね、うん、それを凌駕するぐらいの能力はあるとみんなは信じてるんでしょうけれど、うん、みんなもめちゃくちゃワクワクしてる、みんなワクワクしてたと思うで、アーモンドアイが次どこに行くかは知りません、もし勝ったりとか負けたりとかしても次はあるわけですから、うん、多分、まあ、安田記念、まあ、宝塚記念、安田記念かな、多分安田かな、うん、去年も出てるから、そうなった場合安田記念とかもどえらいメンバーやで、すごいメンバーやと思う、もうその時は開催しといてよっていうぐらいのすごいメンバーが揃いますから、ね、いやなんかサスペンダーパチンじゃない、お兄ちゃんハゲてますから、ここのサスペンダー今日はねもう正直プリントサスペンダーパチンと1レースもしてないのでハゲてません、しかしこの、アーモンドアイによってこのレースでハゲる可能性もあります、いやほんまびっくりして K なもうか抜けたと思うあれ、ほんまどうですか皆さん、アーモンドアイがもうすぐ発送すらしますよ、もう噛んでるわ、お兄ちゃん当たれ、ありがとう、先週の NHK マイルカップ当たってますんでここで、まあ当たるんやけどな、取ってそうやから、本命が勝ちではないんで連勝ではならなかったですね結局、さあめちゃくちゃ順調にゲート収まってますよ、最後サウンドキアラが入ります、伝説です、ドキドキしてます、アーモンドアイがもう盤石、もう5、6番手、そしてそれを見る形でドームコア、ここまで完璧や、ドリーさん分かってる、アーモンドアイを後ろから刺そうとしてます、アーモンドアイ持ったまま直線向いた、持ったままで直線ババの真ん中をついてきます、サウンドキアラを持ったままアーモンドアイが持ったままで、もう笑ってるやん、アーモンドアイの強さにドームコアめっちゃ笑ってるやん、ドームコア来てる、アーモンドアイ強すぎる、強すぎる、強すぎる、とんでもない強さ、サウンドキアラも来ている、ノームコアも来い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 、お願いします、ノームコアも来た、アーモンドアイ圧勝、アーモンドアイ圧勝やね、アーモンドアイ圧勝、すごすぎるよな、アーモンドアイこれ強すぎたわ、強すぎるなんか土下座しようとして、じゃあもう一緒にしようか、アーモンドアイ様誠に申し訳ございませんでした、ございませんでしたもう一回やっとくわ、もう土下座、普通に本命にしていればよかったです、本当に申し訳ございません、ほんまに再び土下座したわマジで、映像は見れないですけど、皆さんもうこいつの実況だけでもやっぱ映像が出てきてるんで鳥肌立ちましたね、もうみんなちょっと待って、すごいよこれ、これさディープインパクトがおった時にさ、まあ、ノリさんとかもさ時代が悪かったとかって言ってたやん、アーモンドアイもさそれ級やん、これはさもうどうしようもないもん、あの競馬されたら、正直さサウンドキアラもあきれてるというか、もう笑けてるやん、えもう見てなかったけど皆さん、もう興奮してムチ使ってるかどうだか見えへんかったもんな、確かノーステッキやったんちゃうかな、うん、皆さんよく考えてみて、アーモンドアイ有馬記念で負けて、うん、それでおいってなったけども、あの時も実は、うん、香港遠征やったはずやのに、こいつええこと言うわ、アーモンドアイの強さをより際立たせるようなことを今言ってる、でそっからじゃあドバイでもう一回光を浴びおいて遠征した、うん、ドバイ行った、しかしコロナで無理でやる気満々やったのに走ることなくモヤモヤして帰ってきた、うん、そっからビクトリアマイルに仕上げた陣営とアーモンドアイの強さ、うん、そう、うん、すごい、いやすごいやなしに、それを買っとけ頭で、これはそれだけでね、めちゃ感動します、なんこんなアーモンドアイのことうわーってかかって、すごいやれへんでほんまに、それはアーモンドアイ言っちゃっこってで買ってたやつのコメントや、もう本当にアーモンドアイなしたらお前ノーム怖いねほんめ、いい調教かもしれへんし、
今コロナがなくて世界でアーモンドは一着固定でやってた男みたいな喋り方して今世界一余裕で勝つんじゃんこれ笑ってるもん笑けてるもんいやちょっとこれほんまに史上最強頻繁いったやろもう史上最強頻繁いったんちゃうもうちょっとこれは史上最強やではもう言ったかもしれないですねアーモンド面白い表現やなこいつなんやねんさっと史上最強やなこの頻繁って言えや何を言ってももうこの勝利に勝る表現はないぞこの勝利に勝る表現はないいやえらく感動してるけどお前本命ノーブコアやめちゃくちゃ上手いから行って当てた男みたいになってるけどで、このやっぱりマイルのペースだからこそ感動してますねみたいな、まあ、まずないしお前本命ノーブコアしっかりとマークしてましたなあ西中さん問題感動涙出てきましたそうやな西中さんよかったねこれが競馬いやほんま涙出てくるっていう人いましたけど涙出てた人ねたくさんいたみたいですよツイッターでもほんま涙っていう人多かったっすわやっぱこうやってアーモンドアイみたいに走るだけでね人を感動させるそしてこんな時期にこそ勇気を与える元気にさせてくれるようなこの勝利っていうのはね本当素晴らしいよな、うん、そんなアーモンドアイ本命にしてなかった俺何アーモンドアイに謝罪してよお前はほんま株式会社アーモンドアイにお前謝罪をこうやって出せいやサウンドキアラもなサウンドキアラも強かったよほんまにディープインパクト強かったし勢いあったあのサウンドキアでもねもうな踏まないでシュッとかわしていったからもう笑けるのよ僕正直アーモンドアイとノームコアの生まれん1点にしようかなって考えたんですよ、うん、ウマンチュでそうやなウマンチュの時に生まれん1点かワイド1点で悩んでたよな切り替えたんですけど、うん、まあどっちでもよかったどっちでもよくなかったワイド1点が正解やさあルメールジョッキーのインタビューが聞けますなるほどね三浦康生ジョッキーがずっと長距離またがってつけてくれてたからでもこのね三浦康生ジョッキーに対してね康生三浦ありがとうって言ってねずっとあのこのコロナの影響で見本に行けなかったその間ずっとね康生三浦が乗ってくれたからここまで来れたんだよアーモンドアイもしっかり勝てたんだよってそこに感謝を言えるっていうことがバルメルジョッキーの人間性ですよね素晴らしいですわということで今回は、まあ、的中しましたけれども、トッテさんでした、まあ、そんなことよりもアーモンドアイのレースが見れてよかったなということとそんなことよりもじゃなし申し訳ございませんでしたというのが謝ってます一番大きな気持ちでございますということで皆さんまた来週はオークスがございますまたオークスでお会いしましょうさよならありがとうございましたはいということで終わりましたね本当に、すごいビクトリアマイルでしたけれどもはいということで今回のビクトリアマイルから学んだことアーモンドアイには逆らうなこれです以上本当にアーモンドアイごめんなさい